はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ロシア大統領府に無人機攻撃と発表、プーチン氏暗殺未遂。ロシアは3日、同日未明に首都モスクワの大統領府クレムリンを攻撃しようとした無人機2機を撃墜したと発表した。ウラジーミル・プーチン大統領の暗殺を狙ったウクライナによるテロ攻撃だとしている。ウクライナ政府は攻撃には無関係だと主張し、ロシア政府による自作自演だったとの見方を示唆。アメリカ政府もロシアの発表を鵜呑みにすべきではないとしている。ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領府報道官によると、プーチン氏は当時モスクワ郊外の公邸で執務中だった。ロシア政府は攻撃による怪我人は出なかったと説明。大統領府はロシアは必要と判断した場所と時期に報復措置を取る権利を有していると述べている。フィンランドを電撃訪問しているウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は攻撃への関与を否定。同国のミハイロ・ポドリャク大統領府顧問は、ロシアによって仕組まれたこうした報告はウクライナに対する大規模なテロ攻撃に向けた情報の下地を準備する試みとしてのみ考慮すべきだと述べた。アメリカのアントニー・ブリンケン国務長官は、ロシアによる発表の真偽は確認できないとした上で、ロシア政府から発せられるものは何であれ大いに疑って受け止めると述べた。このように報道されております。今回の件に関しましては、可能性としては3つあると思います。1点目、ウクライナ側のドローン攻撃の可能性。1987年、小型飛行機が赤の広場に着陸したという事件がありましたが、当時軍当局の防空体制がどうなっているのかと批判されたことがありました。もし今回の件がウクライナ側のドローン攻撃である場合、そうしたものがクレムリンまで侵入したのは初めてではないかと思われます。ですので、そうした場合はロシア軍の防空体制はどうなっているのかという批判が噴出するのは必至の情勢ということになってくると思います。2つ目の可能性、ロシアプーチン政権の偽旗作戦の可能性。偽旗作戦の場合は、プーチン政権としてはこれを口実にさらなるウクライナへの攻撃を正当化する可能性が考えられると思います。ウクライナへの核使用などの脅しを強め、ウクライナキーウの大統領府などに空爆を行うなどの、そうした可能性も否定できないと思われます。他方、プーチン政権の偽旗作戦であったとしても、敵機をクレムリンまで侵入させたという立て付け、理論上の立て付けですね、それは変わらないということになります。ということは、それだけプーチン政権やロシア国防省へのロシア国内からの失望、批判の強まり、ロシア国民からの軍当局への批判の高まりということも覚悟した上での偽旗作戦ということになると思います。ロシアはウクライナがドローン攻撃でプーチン大統領を狙ったと主張しています。しかし、2回のドローン攻撃があったとされるのはモスクワ時間の3日午前2時半前後であります。未明の時間帯でのドローン攻撃であり、普通ならばそうした時間帯にプーチン大統領がクレムリンの執務室にいるとは考えられないと思いますので、そうした時間に攻撃をする軍事的な合理性もないように思います。アメリカメディアでもアメリカ当局者の見方などを引用しまして、ロシア側がウクライナの攻撃に見せかけた偽旗作戦や自作自演の可能性を指摘しております。ロシアの安全保障を専門とする防衛研究所の山添氏は、最近謎の破壊工作が見られるので驚きはないとする一方で、不自然なことが多いとの見方を示す。 SNS の映像は現地時間3日未明のものだというが、モスクワで情報が入ったのは昼。そんなに大きな出来事であればもっと早く出回るはずだ。映像では煙も確認できるが、大統領を殺害できるものとはとても思えない。ウクライナがテロ行為をやったという結論をもとに政治的な動きを決めて、それに合うような発表をしていることが考えられる。このような指摘分析も報道されております。3点目、ロシア国内の反プーチン政権派勢力による可能性。ロシアはウクライナがドローン攻撃でプーチン大統領を狙ったと主張していますが、これは日本時間5月4日早朝現在ではロシアが主張しているだけであります。単にクレムリンにドローン攻撃を行うということが主目的であった可能性も捨てきれないと思います。そうした面から考えますと、ロシア国内の反プーチン政権派によるクレムリンにドローン攻撃を行うということを主目的とした行為であった可能性も排除できないと思います。
そうだとしますと、あまり人がいない深夜の時間帯にドローンを飛ばし、その様子を仲間に撮影させて SNS などに投稿するということもあり得ると思います。この場合は今後犯行声明などが出る可能性も考えられると思います。いずれにいたしましても、この件に関しては今後の情報を待ち、冷静に見極めるということが重要だと思います。他方、一部報道情報によりますと、5月3日別のドローンがモスクワの南東約 100km にあるコロムナの近くで墜落したとの報道があります。ロシアモスクワ州のボロビヨフ知事は2月28日、モスクワ州内のコロムナ市付近にドローンが墜落したと SNS で発表しておりました。当時、タス通信はドローンの墜落現場はロシア国営天然ガス企業ガスプロムの関連施設付近だったと伝えておりました。さらに5月3日にはロシア南部でもドローンによるものとされる事件が報道されております。ロシア南部クリミア橋近くの石油貯蔵施設で大規模火災。独立系メディア、ドローン攻撃があった。ロシア南部の石油貯蔵施設で大規模な火災がありました。現場はクリミア橋の近くで、独立系メディアはドローン攻撃によるものだと報じています。クリミアに面するロシア南部タマン半島のボルナにある石油貯蔵施設で3日大規模な火災が発生しました。州知事は SNS で非常事態省や消防隊などが現場に派遣されたことを明らかにし、これまでのところ怪我人などは出ていないとしています。ロシア南部クラスノダール地方の知事によると、3日石油施設のタンクが炎上し、これまでに少なくとも1200平方メートルが燃えた。ロシアメディアは火災が発生する直前にドローンが飛行していて、2回の爆発音の後石油タンクが燃えたと伝えている。現場はロシア本土とクリミアを結ぶ橋のたもとのすぐ近くです。クリミアのセバストポリでは先月29日にドローン攻撃とみられる燃料貯蔵施設の火災があり、ウクライナ側は大規模な攻撃に向けた準備だと関与を示唆しています。このように報道されております。また5月3日にはロシアが占領しているドネツク州ドネツク市の南東約 25km に位置するモスピネの弾薬庫が標的にされ、大きなキノコ雲が立ち上る様子が SNS 上に投稿されております。このようにして見てまいりますと、5月3日にはクレムリン、モスクワ州のコロムナ、ロシア南部のタマン半島のボルナにある石油貯蔵施設、ウクライナ東部ドネツク市の南東約 25km に位置するロシア占領地域の弾薬庫など4カ所にドローンなどによる攻撃が報告報道されていることになります。こうした中、ウクライナが近く大規模攻勢を始めるとの見方がある中、ロシアの石油施設や鉄道で爆発的事象が相次いでいると報道されております。ウクライナに隣接するロシア南西部のブリャンスク州の鉄道で2日爆発があり、貨物列車が脱線したと報道されております。ブリャンスク州では1日にも線路で爆発的事象がありまして、石油製品を積んだ貨物列車が脱線していました。これら石油施設や鉄道に関してはウクライナ側の関与の可能性を多くの軍事専門家も指摘しております。大規模攻勢を前に敵の燃料施設、兵站物流ルートに攻撃を行うというのは軍事的な合理性があるというのがその理由であります。こうした中、プーチン政権ロシア軍内部では派閥争いが起こり、機能低下が起きている可能性が報道されております。ロシア軍最高司令官へのこだわりで苦境に、プーチン大統領の頭の中は派閥争い、自己主張で能力低下、ウクライナに投入された戦車の対策で防衛ラインを築いたり軍事パレードを一部中止したりと、ロシア軍に守りの動きが見られます。プーチン大統領が最高司令官であることにこだわった結果、現在の状況を招いたとの分析があります。小野日本テレビ解説委員、今やロシアが守りに入っているという動きが目立っています。ウクライナに高性能な戦車が続々投入され始めると、ロシアは戦車が突破してこないよう実効支配する地域の外側に長さ120キロの防衛ラインを作りました。ロシア軍の燃料タンクで爆発火災がありました。ウクライナのドローン攻撃との見方もあります。そのようなドローン攻撃を恐れ、ロシア各地で行う9日の戦勝記念日パレードを一部地域で中止する動きも出てきました。行き詰まりの原因はプーチン氏に、ロシア側が最初から行き詰まる運命にあったという見方があります。アメリカの政策研究機関戦争研究所の分析によると、ことの始まりはプーチン大統領が自分が最高司令官であることにこだわったこと、勝利した際に自分の功績にして求心力を絶対的なものにしたいからです。
そのために自分以外に目立つような総司令官を置かず、置いてもコロコロと交代させました。そのため軍内部で派閥争いが激しくなり、ワグネルのような民間軍事会社も多く出てきて自己主張するようになりました。派閥争いと自己主張が起きた結果、指揮系統が乱れ、ウクライナでまとまった作戦を行う能力がすっかり低下しました。そのためガタガタな状況は当然の成り行きだと言います。今は絶対に忠誠を尽くすゲラシモフ参謀総長が総司令官をしていますが、指揮系統はガタガタのままで長期戦になるのではないかと見られています。このように報道されております。こうした指摘分析を踏まえて考えますと、ロシアプーチン政権は自らの存立基盤やロシア軍を揺るがしているようにすら見えます。ロシア占領のウクライナ南部で相次ぐ爆発。ロシアが占領するウクライナ南部ザポリージャ州メリトポリで2日、ロシアが任命した警察幹部が爆発物によって負傷し入院した。ロシア当局は声明で捜査が始まったことを明らかにした。ロシア連邦捜査委員会の声明によると、爆発は住宅ビルの出入り口で発生。連邦捜査委員会は爆発装置が仕掛けられ、ザポリージャ州のロシア中央内務局の副局長が出勤時に扉を開けた時に作動した。その結果、副局長は爆発で怪我を負い入院していると述べた。メリトポリ市のウクライナ側のフェドロフ市長は、市内の北部の住人が2日朝に爆発音を聞いたと述べた。フェドロフ氏は、特定のデータによると今朝の爆発はザポリージャ州内の支配されている地域のいわゆる内務省の副局長が扉を開けた時にドアをノックしたと説明した。似たような爆発は先週も発生していた。このように報道されております。クレムリンへのいわゆるドローン攻撃、ロシア国内やクリミアなどへの燃料施設などへの爆発的事象、ロシア占領下のウクライナ東部ドネツク郊外の弾薬庫やウクライナ南部メリトポリ市での情勢、そしてその開始が間もなくと指摘報道されているウクライナ軍の大規模攻勢、ウクライナ情勢はまさに正念場、大きな局面を迎えています。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。